こんにちは。今回はベッドとコータを隠した鏡トリックについて解説していきたいと思います。この鏡トリックは直子が解説していましたが分かりにくいと思うので、今回見取り図を使って解説していきたいと思います。まずこの部屋がどのようになっているかご紹介します。1. 横と後ろが同じ模様の壁になっている。 2. 真ん中に四角い柱がある。今回も分かりやすく解説するために A さんを用意しました。まずはこの部屋に入ってカーテンを閉めます。そしてカーテンを開けます。そうするとベッドごと消えてます。このようなマジックでしたね。トリックを説明すると、左右の壁が二重になっていて裏が鏡になっています。この水色の線の壁側が鏡です。この鏡をベッドを隠すように三角に畳むと、鏡が壁に反射して消えたように見えます。この赤い矢印を目線だと思ってください。このように正面から見た時にベッドが消えたように見えます。前の動画でも鏡トリックについて解説していきましたが、鏡を使ったマジックを調べてみるといろいろありましたが、基本のトリックはやっぱり壁に反射してそれが目に見えているというものでした。ただ鏡マジックは欠点があって、近づきすぎると鏡があることが分かってしまうことや、見る角度を変えると鏡であると分かってしまうので、もし自分がインチキ野郎だったらやらないですね。ただこんな単純なトリックだから気づかないっていうのもあるんでしょうね。最後はまとめをしてこの動画を終わりにしたいと思います。まず人が中に入ってカーテンを閉めます。カーテンを閉めた後に鏡を三角に畳んでカーテンを開けると、鏡が壁に反射して消えたように見えます。ミラクル三井がやった首消しマジックの時はビデオテープを使ってマジックを見せていましたが、このコータとベッドを隠した鏡トリックは目の前でやったので、かなり大胆なことをしたのではないかとやっぱり思います。もしくは上田が超常現象などを簡単に信じてしまうような人だというのを分かって、このような大胆なことをやったという考えも一つあると思います。ただコータ本人は自分には本当に天罰を下す力があると思っていたので、こんなことをなぜやろうと思ったのかが気になりますね。実際にこのマジックを仕掛けるために話をしだしたのはコータで、カーテンを閉めた後にもコータがあそこへ行ってもいいと言っているので、謎は深まります。幸いにも上田だけだったのでこのトリックに気づきませんでしたが、もし直子がいた場合はすぐにこのトリックに気づいてあっけなく解決していたかもしれませんね。いかがでしたか？もしこの動画が良かったらチャンネル登録をしてくれると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。